はい、プレイしていきたいと思います。ゴッドウェポンズというわけでやっていきましょう。前回、キングのマーチャントをクリアしました。なんで今日はこのベガーをやっていきたいと思います。運がプラス5。ゴールド獲得率がマイナス15。これ 15% でしょうね。きっとね。率って書いてるんで。で、少量のゴールドを消費して最大体力をアップできる。ゴールドの代わりに最大体力を消費して、アイテムを購入できるということで、アイテム購入はまあ置いといても、多分 HP モリモリビルド作れそうなキャラなんですよね。なんで、ライフスチールもしくは祝福で回復力、いやこれ関係ねえな、回復力につきダメージが伸びるだけであって、やっぱこれかな。隣を武器で敵を倒した時にライフスチールが発動する確率が 15% アップということで、ライフスチールビルドになるでしょう。で、新しく出たのが、裏に入るたびに隣合うアイテムのステータス攻撃値に基づいてゴールド獲得。これね、ちょっとこれ英語で説明見ましょうか。これはちょっと英語で見てみよう。ロシアンじゃない、イングリッシュ、イングリッシュよ。よいしょ。なんて書いてあるかな。ティアってしか書いてないから、もしかして。At the beginning of every floor, grant gold based on the total value of adjacent. Adjacent って読むのかな。Adjacent items. Total value ってしか書いてねえな。だからワンチャンこれ価格の可能性があるな。隣のアイテムの価格、トータルの価値な可能性もある。ティア4行きたいけどな、多分行けねえよな。いやーこれさ、本当は多分こっちの方が強いと思うよ、俺的には。なんだけどこれ行きたい。まあ、クリアできなくても一回行ってみるか。行ってみよう。あ、待って、武器が違う。これじゃない、武器じゃないです、武器じゃないです。ベーカーのこのライフスチールでいきます。ライフスチールモリモリビルドでいきます。ティアフォード失敗しそうだけどもしゃあない、行きましょう。でちょっと待って、買い物行くか。これあれなんだっけ、多分10個アイテム買うとかだったよね、このキャラで。アーティファクト。そうだよね、ベガを使用して1つのフラで10個アイテム購入するなんで。と、あと、モーニングスターはクリアしちゃってもいいと。なるほど。だ、モーニングスターだけ目指したいかな、先に。でも、欲しいのがあるんで。多分ね、何がいいかな。これとかちょっと欲しいよな。経験ちょっと減っちゃうけど、ダメージ、攻撃速度、移動速度、回避率、生命、運、回復。強なんだよな、これ。運なら、クリティカル1。クリティカルダメージ補正。これ経験値しか下がらんもんな。範囲か。これも欲しいよな、攻撃速度。18はでかい。18でかい。運10もできへんだよな。これ、プラス要素しかないから買っとく？買おっか、これはさすがに。買います。ただ、攻撃速度25も強いから買っちゃうか。いよいよデッキを圧迫してきてる感はあるけどな。いよいよ。うーわ、これ強いな。これでかいしダメ。で、俺武器で、移動速度、16枚いいか。これちょっと気になってるんですよね。で、もう一つ気になってるのどれだっけ。あ、まあ、これもちょっといいよね。経験値、ゴールド、回復。で、あと、これも強そう。
サンダースピア。見た目が強そうってだけで、実際強いかわからんけど。で、どれだっけ。で、DPS これ11とか20とかじゃないですか。まあ、このスキル効果は強い可能性があるけどね。反射するとか。1個だけね、やべえのがあるんですよ。DPS100。クロスガン。矢の嵐を解き放つっていう。攻撃速度は 0.03 なんですよ。で、これ、超強いと思うんだよね。貫通しないけど 0.03 なんですよ。だこれと、ライフスチールが乗ったとき、強いと思うんで、これ買いますと。これも強いけどな、隣は武器。10% の確率で、ヒットした近くの敵にドイツの3発撃つみたいな。これも気になるけどね。とりあえずこの攻撃速度のやつを買いたかった。ちょっとでかいんだけどね。ライフチーム乗っけたら強いだろうということで。で、残りのポイントで、遠距離かな。今の武器を変えたら強いと思うんで、遠距離。あれ、変えない。もう終わっちゃった。使い出しちゃった。というわけで行きましょう、ベイガー。近接にしときゃよかった気がすんな。一応倒せるな、一発で。なら大丈夫だ。あ、でもマーチャントが強かったな。マーチャントがティア4行くならよかったよね。あの、金貯めればさ、なんていうの、火力が上がるみたいな。ああいうキャラのステータスで、火力が割合増加していくやつじゃないとさ、死ぬよね、よく考えたら。失敗したわ。失敗した気がする。売却プラス 5HP。 どういうこと？え、待って、こいつは？アイテムを買って売ったら HP が増えるってこと？え、じゃあ待って、どういうこと？え、こいつの金どうやって使う？え？それのゴールドを消費して。それ体力をアップできる。どこで消費するん？え？これ買ってみるか。289。最大体力65。289の65。HP 減っちゃったわ。で、売ったら売却 1HP。 少量のゴールドを消費して最大体力をアップできる。ゴールドの金に最大体力を消費してアイテム。え？どうやって HP 買うの？ね、HP の買い方教えて。だってさ、4HP 払ってさ、1HP しか増えないじゃん。それじゃ HP 減ってるんよ、これ。それ HP 減ってるんよ。ちょっと HP の買い方がわからんのまずいって。HP の買い方がわからんのまずいって。リロールでは金使うっぽいな、ちゃんと。リロールでは金使うっぽいけど。一応まずいって、これ。お、次のフロアかな。それとも、HP が減ったら、もう、経験値払いしてく、経験値じゃない、お金払いしてくんのかな。そんなことねえよな、多分。困ったな、これ。これ、ティア4なんてクリアできるわけないだろ、厄災4なんて、こんなキャラ。やべえことなったぞ。やべえことは7個。リロール中。ちょっと何かしら。
説明と違うことが起きてる。説明と違うことが起きてる。ちょっとわかんないっす。ちょっとわけがわかんないっす。でも 100% 説明と違うことが起きてます、今のところ。どうしましょう。枠が変えるわけでもない。体力。最大体力。株を押してみる。ダメだよな。F、ドラッグ、決定。次のフロア、リロール。リロールするごとに HP 増えてたりする？これ買うか。これ、ライフスチール乗ってるんだっけ？ライフスチール14乗ってるわ。どうしようか、これ。ライフスチールがある武器と一緒にいてはいけないが、これだろ。こうするしかないのか。で、こうして、こうか。いいのか。1HP、2HP、ちょっと高いかも。ちょ、まずいぞ、これ。増えないよね、HP ね。HP 減るよね。これ、売って買ったら HP 減ってくよね。ちょっと英語にしてみる、説明。ちょっと説明英語にしてみます。これで大丈夫。次のフロアクリアしてみよう。どこで HP 買うんだよ。最大 HP を買うって書いてあったよね。現在 HP とか HP が減ったら回復できるとかいうわけではなく、ちょっと今のところわけわかんないですね。遠距離貫通系がないとこれダメだ。フラクションオブゴールドウィル used to increase max HP。 フラクションオブゴールドウィル used to increase フラクション少しって意味なのかな。 increase max HP instead of gold pay max health to buy item。 はぁ、ちょっとこのキャラの仕様がよくわかんないっすね。ちょっとわけわかんないな。これ使ってみます。リロール。いや、マックス HP 増えねえわ。マックス HP 増えねえわ。どうしよう。もう一回リロール。こうしたい。どうすればいい。無理くね。もういっか、こっち。これいっか。逆。そもそもが逆。こうだった。で、これ困ったな。これキープします。HP の払い方が分かんない。どうやって払うの？どうやって HP 買うの？これ右クリックしてみる。ダメだな。だ、3HP 減るじゃん。じゃあ54じゃん、今。買うよ。54じゃん。51から52減っちゃったじゃんっていう HP2 になっちゃったじゃん。
タブスタートパネル、いや、ダメだ、違うんだ、お金払うボタンもねえしな。ちょっとごめん、調べてくれ。一旦録画停止します。よく調べて分かんなかったんで、諦めてこのままプレイしていこうかなと思います。なんで、もう予想としてはあれっすね。HP がゼロになったらお金を消費して生きながらえてくれるんじゃねえかなっていう。それでいくか。え、これ使ったらどうなんの？ When consumed resource よ。40% HP 増えるじゃん。これどうなんの？これ使ってみよう。48になるじゃん。なんも増えねえ。なんも増えねえ。このキャラ、なんだこのキャラ、いや、わけわからんや、行くかも、次の行こう、ちょっとよくわかんないっす。あ、今426になった金が、確かにちょっと増えてるわ、風呂入ったら。どこなんだ俺。51。でもさ、もし仮にだけど最大 HP がどんどん減り続けて最大 HP も回復しなくなっちゃったら俺だいぶきついんだよね。っていうのも、あ、待って、英語直すの忘れてた。っていうのもさ、最大 HP 以上回復しないわけよ、ライフスチールしても。ちょ、それまずいよねっていう。これ売ります、とりあえず。最大 HP 減り続けてったらちょっと良くないんだよな。リカバリのマジックパワー、ライフスチール、ライフスチールは欲しい。これちょっとキープだな。これはいらないよね。これは入れたい。入れたいから、ここかな。これで斧か入る。なんで、入ってよ。入ってよ、斧。いい。入りました。こうっすね。いや、こうじゃねえな。これ二つと接したいな。どうせなら。これ何？これ何も関係ないね。じゃあこれやっぱ接しよう。こうしよう。そしたら隣の武器のライフスチールが乗るでしょう。うん。で、これは隣にライフスチール武器がなければ 15% あって、発動してる？ 34じゃん。ライフスチール15じゃん。ライフチール30、あ、大丈夫だ、発動してるわ。こいつライフスチール武器にはなってないらしい。よし、どうしようかな。金もりもりにする、とりあえず。あ、経験値きた。じゃあこれ買いましょう。 HP30 まで減ってきちゃった。え、じゃあライフスチール意味ねえな。どうするべき。最大 HP がさ、減って1つか0になっちゃったらどうするん俺。1回10個買わないと、お買い物しないと、次欲しいの買えないのに困ったね。だ、敵をいっぱい倒さないといけないっていう。うう、食らった食らった。4スペース、きつ。火力上げよっか、これで。
1,2,3 の4火力を上げますと HP どんどん減っていくけどな。ブリックか、あもう1個変える。ちょっと大丈夫か、どうなんだこれ。ちゃんと調べた方が良かったかな。一回見てみる。あ、ないわ。最大 HP、 ちょっとお金を払うことで最大 HP が増えますって書いてあったけどな。アイテム売ったらさ、アイテム売ったらあれ700、ちょっとよくわかんない仕様のままこれ戦うの嫌だな。ちょっとすっきりしないなこの感じ。ちょっとやべえぞ。ちゃんと調べるべきなのか。調べるのめんどくせえな。でもな、どうにかなるよ、きっとどうにかなるよ。6HP、 これいくらだったっけ。 5HP 売りってことはもっと高いよな。ちょっと買っとこう。金は大事だときっと。このビルドを見て、いや俺はライフスチールをもっと大事にする。ライフスチールはこのビルドにおいて命な気がする。でも経験値も大事。入らないじゃんこんなの。そしたらこれにしよう。この斧にしよう。斧の方が大事だわ。4マス4マス4マス、はい、これです。ここです。この斧でもう無理やり稼ぐしかない。あ、探検でライフスチール。クリティカル斧で貫通で無理やり倒していこう。クリティカル斧がね、一番俺が信頼を置く武器だから。よし。どうしよう。フェーっていう音は何なの？金減ってんのか、もしかして。881増えてるよな。904 912 920、 あ今死にそうだったんじゃろ俺。なんで死んでない。左上の HP 見てんかった。どうなった俺今。あ、来たこれ、これ来た。エリートが出てきて、エリート倒せば 5% ダメージが上がっていくやつ。これが序盤で拾えたってことは勝てるわ。これはマジワンチャン来たぞ。ワンチャン来ましたぞ。これはマジで、これ大事、いっちゃん大事。どうしようかな。うん、スペースが微妙なことになってきた。困った。こうか。あ、これでいいじゃん。で武器も欲しいけど、まあ、ライフスチール持っとくか。いや武器かな、武器だな。ここはな、武器です。なんでこれを打ってこうして、やばい、これまずい、まずい、非常にまずい。入らない。入った。よしよし、このライフスチール武器をここに乗せることでこれとこれに乗るから。なんかもっといい方法ありそうな気もするけどな。この斧とこの斧触れさせるべきなのでは。そんな気がするよな。斧3つ触れさせるべきだよな。そしたらクリティカル上がるもんな。ってことは、ってことは、これここ2マスも使ってもったいないはずなんだよ。だからこれで
1HP。 これ高いからこれに 1HP 触れさせたいよな。 3HP、 5HP で、これとこれとこれに触れさせたいってことは、ちょっと一回こっち置いといて、これが下に行かないといけなくって、こうならないといけないよ多分ね。こうじゃん。でこの上でこの斧が、この斧がこう触れ合えばいいのか。でこう入ればいいんだよね。こうこうか。こう入ればいいのかな。これいくら？これ2。11で一緒だからいいよね。で、次にやりたいことは、この斧とこれを触れさせて、こっちにもこれを触れさせたい。ってことで、もう1マスずつ上に上げないといけない。これはこっちに1マス連れてもいい。こういうことだよね。これもこうして。こういうことですね。で、これがこっちで触れることによって、2個に触れて、これ3個に触れて、困ったね、今度ね。この今度斧の触れ方が良くないな。縦に回すか、90度回転するか、これこう、でいや、そしたら今度斧が触れられない。いやー、やっぱこうじゃないな。こうするしかないか。しゃあないのか。まあ、いっか。ライフチル 4% だし、どうせ乗るの。いや、15% だわ。オンキル。オンキルだって、殺した時に発動するんだって。なるほど。いっか。そしたら次は、こいつをあっちに持っていかないといけない。待って、これライフスチール武器だよな、こいつな。困ったね、ライフスチール武器に触れさせてはいけないが、と。ライフスチール武器に触れさせてはいけないが、このライフスチール武器だ。触れるやん。絶対触れるやん、こんな。触れるに決まっとるやん。いや、全部ライフスチル武器なんだって。なんなら全部ライフスチル武器なんだって、俺。触れるに決まっとるやん。こっちだな。こっちにこれを持っていくしかねえわ。こうだわ。これとりあえずライフスチル武器には触れてない。1個のやつ。うわ、マジか。1個のやつが綺麗に1個のやつが仕事してる下で、これに L に入らないわ。くうなんてこったい。なんてこったい、このスペース。こいつをどうにかすればになりそうだな。
こうすればいけるんじゃないか。そうだよな、そうだよな。いけないよな。うん。いけるわ。こうして、こうして。あ、でも、そしたら今度剣が増えないか。こうか。いいのか。いける？いけたわ。いけたわ。待て待て待て。こうだわ。ライフチル触れてます。ものそれぞれ触れてるから、クリティカルが 50% ぐらい上がってます。いけるね。よし、行きましょう。ただ HP が俺19しかないっすよ。35に増えた、HP が。あれ？ん？もしかして、HP が一定以下になったら、勝手に金から引かれて、最大 HP 増える？もしかして、あ、増えてる、最大 HP。待って、今、最大 HP 増えた、俺。57、58。金拾えば最大 HP 増えるぞ、こいつ。なるほど。金を拾えば最大 HP が増えるっていう、そういうことか。激強やん。え、それともレベル上がってるだけ？いや、レベル上がってないのに金拾ったら最大 HP が増えました。化け物キャラや、こいつ。いけるぞ。いけるぞ、こいつなら、このティア4。いけるぞ。火力上げよう、そしたら。火力を上げて、火力を上げて、いけるいけるいけるぞ。運も上げて、よし、見た、来た。ティア3か、クソ、欲しい。いや、いらない、いらないぞ。来た、こういうのが欲しかった。 HP 減っちゃうけどね。てん、うわ、アタックスピードが増えた、いいね。ちょ、最大 HP 気をつけないとやばいね。ってことはリロールはし放題なのかな、もう逆に。これ乗っけたいな、乗っけたいな、これ。いっか、いっか。はい、はい、もいいよね。はい、もいいと思う。しみった。あ、英語を直そう、今度。意味が分かってきた気がする。HP が常に増えてたわ。ライフスチール券。金がな、微妙なんよな。アタックスピード来た。これ買いましょう。よし、これでいくか。これでいくか。リロールは金余ってるしな。これあれ？あ、違うわ、さっき買ったやつでねえわ。羽が来ました、来ました、回避の羽が。これは回避に成功すると 2% ずつ火力が上がりますっていうやつで、当たると2秒間だけ移動速度がマイナス5されるっていう。よし、で一回英語に戻そう、日本語に戻そう。続ける。なんで何もしなくてもフィーンって言うじゃん。あのタイミング。いや、違うな。HP 増えんかったな、今。やっぱ金拾ったタイミングかな。金拾ったタイミングで増えるんだな、きっとな。よいしょ。火力が必要、火力が。火力が必要。やばい。お、裏がった。やばい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 、死ぬ死ぬ死ぬ。おお、いい、いい線いってたのにな。ただこのキャラの仕組みが分かったので、金いらないっすね、残念ながら。マーチャントと相性良くないっす。これでいきましょう。なぜなら金はもうリロールにしか使わないんですよ。金拾った時に上がるんだったら、もう一回説明見てみるか。もう一回説明見てみるか。
ゴールドの代わりに、違う、少量のゴールドを消費して最大体力アップできる。ちょっとよくわからんよな。ライフスチールビルドは正解なのか、果たして。ライフスチールビルドは正解だろう。ただティア上げるやつにしましょう。でこのキャラだったらティア4クリアできると思う。俺は行こう。意味が分かったんでいける気がする。だからいつものキャラみたいに範囲のビルドで行こう。よし、惜しいことしたな。さっきのアイテム、持ってるアイテム悪くなかったと思うんだよな。だちょっとライフスチルに寄りすぎてたね。ライフスチルに寄せまくる必要はなさそうなんで、とりあえず最初は武器をいっぱい買って、ティアの高い武器をいっぱい買うか。いや、これいや、セットで、これは攻撃範囲広いんで買いましょうか。これはあっていいと思う。この武器は何で入らないの。6マス1234、入らないわ。キープで、どうする、こっちかな。移動中の攻撃速度アップだよな。なんで、よし、で武器入らないよな、このスペースに。これどっちかというとこうだな、こうだな、何か入るかもしれない。経験値、金いいね、金大事で、ベガーは金拾った時だから、金のドロップ率アップ、タルアップだな。タルありっすね。敵倒した時に金落ちるから普通にこれでいいのか。タル割り、敵倒して金落ちてないか。281、微妙だな。10ゴールド得るたびにとか、なんかそういう感じなんだろうな、きっと。なんで、これでさっきのやつが作れるかな。6マス。いいね。こっちかな。こっち。いやー。こっちもいっかも。これで。これきっとハルバード乗るだろう。で、こっちまでやればずれする。OK。で、どうしようかな。で、ハルバード乗せる。ハルバードとりあえず乗せるか。なんだっけ、これ名前。このやり？これ乗る？乗れねえよな。乗れねえよな。乗ったわ。困っちゃうね。うわ、微妙な位置。これでいっかも。いや、せめて武器2つにはかまってほしいかも。せめて武器2つにはかまってほしいかも。あ、こっちでいけんじゃん。いいじゃん。これでいいよね。これもいいや、うろ。いきます。あ、はい、残してでもよかったな。これはキープで。それでいいでしょう。買いすぎると金がやばくなるんで、
HP がやばくなるんで、あれっすね、下手に買って売ってをしない方がいいっすね、このキャラは。だからもう買うものはちゃんと売らないものを買いたいかもしんないね。よいしょ。だからこういうのはマジ無駄っていう。4つ。次。運のやつどうする？運のやつどうする？運のやつ違え気がすんな。これもいらない気がすんな。いるか。いるか、やっぱり。いや、いらんよな。運のやつむしろいるか。いや、運3はいらんかな。微妙。経験値は必要かな。いやー、これ規則どころじゃないんだよ。やっぱ運必要だわ。もうこれ変えましょう。使って。でも倒したいよな、出てきたらどうせなら。回しちゃうか。いや、来ないな。運のやつ買うか。しゃあない、これでいきましょう。いきます。倒せるかね、エリート。ライフチールどうなってんだ。いや、厳しいかな、これ。厳しい気がすんね。倒したわ。お、レベルアップ、いいね。やっぱ範囲必要だな、これな。範囲必要だ。とりあえずスペース結構確保できたのはでかい。ここ拡張しましょう。ここら辺になんか武器もう一本入れたいんで。ティアの高い武器じゃないと買わないっす。これは買いたいけどもしゃあない。最低でもティア2。お、これいいんじゃない。敵増えるの、アーマー増えるけど。いいでしょう。攻撃力増えるのも良かったけどな。これか。50体倒すたびに攻撃速度微妙だよな。そうじゃないって話よ。たる、今頃たるか。厳しい。うわ、移動速度今いくつ ?1 だからマイナスになって回避が上がるってことか。これキープで分かりましょうか。 HP ねえな。さっきがどんだけ恵まれてたことかって話、もしかして。結局敵増やしたんだっけ、 10% でも。さっきに比べて近接はあれなんで、武器の数が少ないか。待って、さっきフロアに入るたびに金もらって、それによって最大 HP が増えてた切ない可能性あるぞ。可能性あるぞ。意外といい感じにコラボってた可能性あるぞ、それは。うわぁ、ちょっと嫌な予感してきたな。さっきのが強かったっていう。これスチール減っちゃうけども、攻撃これ買いましょう。ちょっと高い、もしかして高いの買っちゃった俺。高いの買っちゃった可能性あるな。キープキープ、これ行きましょう。次
HP19 しかねえわ。これさっきのコラボ正解だった可能性出てきちゃった。マジでフロア上がった瞬間に HP が増えてた可能性がある。いや金払いすぎたか。うわー、さっきのビルドどうだったかちょっとチェックして気になる。よし、4マス、これ5マスだよね。変えます。ただ HP が23減るんで、俺 7HP になるってこと。死んじゃうじゃん、そんなん死んじゃうじゃん、無理じゃん。買っちゃいます。 7HP になりました。死にます。行きましょう。 7HP ってどういうことやねん。金が8になりました。9だ。ゴールドが出るたびにあれだな、 HP 増えてるかもしんない。だやっぱ金持ってたの大事だったのかもな、前回の。よし、金持ってた敵からもゴールドって出んのかな。7HP だったのが18になってる。これだいぶ HP 増えたかもしんない。まあまあ強いのか。マスか、これ買うか、これ買ってもいい気がするので買うか。よいしょ、 6HP 使っちゃっていい。クリティカルにダメだよね、今ダメだよな。剣があると HP が増える。剣がないよ、斧だもんな。これ短剣だけど剣じゃないもん。武器につき範囲が広がるからちょっと捨てがたいんだけど、ちょっとこうじゃないよな、こっちだよな、さすがにな。これ行きましょう。ちょっとクリティカル上がったとて死なれたら終わるから、今はそうじゃない判定で行きます。だから最初に運を持って金を増やすの作戦ありだったのかもな、さっきのな。敵倒してゴールドが出るかどうかっすね。19、今ゴールド出てないけど HP 増えてた気もする。分からんな。でも HP めっちゃ増えてんな、このキャラ。いけるか、いけるな、このキャラ。いけるぞ。5本増えてんじゃん。1、2、3、4、5。これはクリティカル斧が来てから買おう。ライフスチールも欲しいけども、今はこれじゃない。これ両方キープしよっか。両方キープしましょう。逆なんだよな、斧の向きが下なんだよな。ってことは上に向ければいいだけか。いやダメだ。こうか、1234コマス目、ダメだ。あ、これでいける？いけない？あ、
これでいける？え、なんならもっとさ、あ、これティア、ティアあれだから、触れても無駄か。これずらして。これで、こうなるじゃん。え、あは？こうなるじゃん。違うな。違うな。こうかな。こうこう。いけるよね、これ、多分。いける。こっちまでずらして。これで、は？はあ？ 1,2,3,4 の下？ 1？ で、5の下？これ？これだ。Yes。 1は3ないじゃん。いや、これはコインじゃないな。運だな。やったか俺今。いや、大丈夫だ。大丈夫だ。大丈夫だ。イエス、ぴったり。リロールしとく？マジ？次かな。ちょっと HP 少ないかな。今エリート来られたと思ったんじゃないか。次行きましょう。社内。今何が増えた？武器が1個増えた？金20。よし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 。よし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 。金が増えてきてるぞ。ベガーベガー。もっと金をくれ。もっと金をくれ。こじきやるぞ。どんどんお金をもらっていこう。攻撃範囲広くてもいいけどな。ちょっとあんまりこねもらえなかったかな。4つ、4つ、ちょっと拡張しとこう。 OK。 でこれを使ってしたい。これが3、2マス触れてるのもったいないよねって話だよね、きっとな。ほんとこっちに下げたいんだけどね。どうしようもないか。今 10HP 払うのもきついか。これは買いだろ。これはさすがに買いだろ。ちょっと待って、これ壊してさ。無理か。無理か。いや、これとこれが触れてるのは必要か。いや、これ必要だって絶対。むず。なるほど、見えた。これをこうして、これこうして、これをこうして、これをこうして、何が見えたというんだい。え、何も見えてないのではないかい。見えてないと言わざるを得ない。見えた。よし。敵 10% 増えて、ダメージ
25% 増えて、どうにかなりますと。ただスペースがめちゃくちゃになりました。スペースがだいぶめちゃくちゃになりました。そして俺が持ってる武器は全て触れちゃったっていう、逆に。そのくせスペースが無駄に散らばるように空いちゃってる。もう一個ぐらい触れれるだろうっていうな。やばいの来た。これは買いだわ。これは意地でも整理してでも買いだわ。これ今買わないきゃ、いつ買うのっていう、そういうアイテムでございます。経験値捨てるか。待って、今買ったら俺死んじゃう今じゃ、今でしょ、では死んじゃった今でしょやったら死んでた俺。危な危な、今じゃないでしょ。はい、次行きましょう。これ買う、買う必要ないよね、攻撃力。いいよ、次です。次でしょ、今じゃないでしょまさかの今でしょが通用しない時があるなんて。今じゃなかった、完全に。うわ、2体いるのにもったいね。3体いるのにもったいね。3体 15% 火力 15% のアーマー6。うわー、倒したかったな。マジか、今でしょだったのにな。今でしょだったのに、マジで。いや、今だったな。売ってまで買うべきだったな、これは。そんな気がする。15% 火力上がるんだよ、今回のステージだけで。だいぶチャンスだったわ。あと防御力も上がってたのがでかかったな。うわ、もったいないことした。だいぶもったいないことした。しかもちゃんと倒せてるしな。うわ、しゃあない。しゃあない、しゃあない。結構曲がった。でかい。1、2、3、4、5。上で、上下ひっくり返せるようになったけども。こいつをどかせればいいんで、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、あ、でどかせる。でこっちも増やして、ここに1個入れれるようになって、これをどかそう。そしたらここになんか武器入りそうじゃない、入らないかな。はい、あ、そうですね、スペース空いてないっすね。これいいでしょう。回すだけ回してみるか。ちょっと入らないかな。金は取っとこうか。お、この斧入る。入らないか。もしかして形は一緒？こっちの方が狭いっていう。DPS 42。これ遠距離武器、もしかして反射位置。遠距離武器だな、これ多分。投擲だわ。いいね。いいね。これ全部下げたら入らない。入らないか。これ一個上に上げたらどうなる？あ、全然入らないっすね。全然入らないっすわ。これ隣合う必要ないもんな、何も。いや、ティア上げときたいか。ちょっと今じゃないっすね、これ。今じゃないでしょう。今じゃないでしょう。金だ。金は買いましょう。5HP 払って買いましょう。
します。いや無理だ、今じゃない。あ、これ買いましょう。これで一回終わりだ。 HP10 耐えれるか、しのげるか。盾欲しいな、ちょっと。うわ、エリートだった。待て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 、危ない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 、金くれ金、まず金くれ。ちゃんとベガーしてる。まず金くれ俺に。死ぬ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 、金くれ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 、ちゃんとベガーしてる。金くれ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 、よし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 、そろそろエリート、そろそろエリート倒そう。それそれエリート、エリート、よし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 、惜しい。樽2個もありたかった、どうせならこっち拡張したいよね。きた、さあこうかな、ぴったり、いいんじゃない、いいんじゃない、よし、これでいこう。いいね。いらないよな、これ。見た目でけえ、口強そうなんだけど。ようわからんのよな。運足しとくのありかな。微妙か。金は足しといてもいいか。まあ、パーだし。キープで。次いきます。これクリティカル率足してもいいと思います。なぜならダメージはエリート1体倒せば来るんで問題ないと思います。とりあえず、とりあえず HP、 HP 上限増やすアイテムでさ、 HP 増やした後にさ、それ外したらどうなるんだとね、死んじゃうのかな。 HP0 になったらショップで死ぬっていう事態になるのかな。こうマーチャント10個買うとか無理くね。 HP 溜め込まんといけないから、これ今回無理だな俺、多分無理だと思う。HP100 ぐらい、150ぐらい溜め込まないといけないかも。いけるのかな。いやでもいけそうな気がしてきた。HP めっちゃ増えたわ。これの消費もでけんだよな。1、2、3、4。で、これ買って、エリートが増えて。どうしようかな。ちゃんと、ちゃんと1、2、3、4、5、6で触れてるよ。6武器ちゃんと全部触れとる。優秀。よいしょ。これ何？攻撃速度とクリティカル？結構いいんだよな。結構いいんだよな。でもスルーしよっか。あ、樽あってもよかったな。こぼし。こぼし入れちゃうか。待って、いくらだったこれ。おい、値段見ないとやばいって、死ぬって。これキープで。キープで儀式の、だが、これにやってるアイテムのライフスチール発動があるから。ちょっと、次のフロア行こう。いや、40とか50とかあっても金、使っちゃうわ。金というか、ライフ。HP マシマシにして倒せんかったわ、倒せんかったわ、やばい。倒す倒す倒す、倒せ倒せ、金を金をくれ金をくれ、
あ、回った。あ、まあ、来た。エリート倒した。でかい。エリート倒したのでかい。あとは金を稼げる。金アップの欲しいな。よし。来た、金アップ。3つだけ？マジ？マジか、3つだけか。しょぼいな。でもスペース余ってるしないか。買う、まず買う。はい。で、これも外す。まあ、いっか、これで。金31。ちょっと回すか。買いたいね。それ買いたいね。買いたいね。それ買いたいね。1、2じゃん。1個買えるな。買うか。よし、これで終わろう、今回は。ちょっと樽キープしよっかな。樽あってもいい気がするわ。続きます。無理をせずに。とりあえず金増えたんで、今回はそれだけでも成果でございます。よしよし、倒した。攻撃力もだいぶ強くなってきてるね。上振れてるっぽいっす。エリートあの序盤で倒せるってことは。どうにか大丈夫そう。あとは死なないように立ち回ればどうにかなりそうです。よし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 。OK、 来た。そしたら1追加来た。敵に突っ込んで。いいね。HP95 一気に来たぞ。これは金を増やせば増やすだけ俺は勝てるぞ。よいしょ。ってことはこんなんやってる場合ではなくて、でもこれ大事か。これ大事だわ。樽は金だわ。樽は金。火力は足りてるんで、これも一回外そう。クリティカルは欲しいからもう使っちゃおう。1枠拡張を。金のために回すんだけれども。最大体力とかいらないわ。回避 10% か。これは買いましょう。高えな、20。これ売るか。で、ティアは高いの買い直して。うおー、いいね。1の、2の、これを売って、これを買いましょう。よし。いいね。もう一回回しちゃう？これ借り直していいかな。死ぬかな。買っちゃうか。よいしょ。よし、これでいきましょう。これいらないよね。いらない。いらない。これちょっとキープで。これもキープで。ライフチール多いとね、あれなんですよ。あれ、HP 多いとライフチールが、だいぶ仕事するはずなんで、ライフチール増やすのはあり。よいしょ。HP が1になってもいいんだ。あの、だっけ。ライフ1ポーション拾ったタイミングで HP1 にしよっか。で、ライフスチール発動させてっていう。デフォルトでライフスチール、まあまあ持ってるんで、どうにか耐えるはず。あと、最大 HP 増えたタイミングで多分 HP1 ずつ回復してるはずなんで、きっとね。実質 HP 増えるイコール回復になってることを信じて、
込みましょう。もっと金が欲しい。敵増やそう。金が欲しい。4スペース。1、2、3、4。貫通のか。これキープやな。やばい、キープが多すぎる。これ絶対買うじゃん。これいらないかな、移動速度下がって運が増えるやつ。移動速度がそもそも増えてないからさ、回避上昇にしかなんないって。いらないわ。うん、金きました。範囲中下がる。結構致命的だな。ちょっと致命的かもしれないから回すか。このまま外してますか。ちゃんと。そろばんな、そろばんな、そろばんな。こっちにこの2個で回るな。こうして、これでコパーコパーよりそろばんの方がいいっていう状況になりました。ただ運が下がるからやめとくか、そろばん一回。ああ、来ました。買います、これ。これが来たんで、使用して、最大体力が半分になって、再生が1つきますんで、そのタイミングで私は、これを発動させます、ライフスチール。んで、こうだね。で、範囲が1減るけども、ゴールド20はでかい。さて、ライフ1から耐えれるか、運ゲーが始まります。運ゲー。どう？どう？おい、避けた。とりあえず。よしよし、来た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 、俺のターン。俺のターン来てる。よし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 。来た。ここまで来ればもうライフスチールどうにかなるって。あと HP もりもりビルドにするか、もう。1ターンに10個買うっていうのが、ちょっと叶えたいっちゃ叶えたいけども。いけるかな。相当金貯めないといけないか、安いのいっぱい買うかだよね。1のやつを10個買えばいいのか。1とか2のやつを。3とかか。118。3とかのやつを買って売ってとかすればいいかなって思っちゃうよね。1、2、3、4、5、6。これ買うじゃん。今1個。これは今流します。うわ、最高すぎん？最高すぎる。今1個、これで2個。どれ受けるか。これかな。よし。2個。これはいらない。見えらない。うわ、マジか。これキープだな。うわ、今使う？使うか。3個。範囲下がるのまずいな。4個。5個、6個。これありなのでは。一旦買ってみるか。安くなるかどうかわからんけど。6個。今、6、7、5、7。ああ、75とかのやつが安くなった。7個。
もっと安いのがいい。あ、これいいな。あってもいいかな。何と交換って言われたら、ちょっと交換したいのがない。来た。7個。8個。1個。こうなったら、これで回しちゃってもいいか。もっと安いの。いいかも。全然ダメだ。どう？1マスしか空いてない。8個。ああ、これ運が下がるんだっけ。つかなんでこんなのロックしてんの俺。10個。9、5、どうしよう、10個、きたベーガー。待って、こっちも1マス空いてる。これか。大丈夫、俺ライフ15しかないよ。知らない？ライフ15しかないよ。金はいっぱいあるけど。マジで大丈夫？マジで大丈夫？ライフ、うわ、シュン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 。お願いお願いお願い、痛い痛い痛い、金金金金、金くれ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 、くれ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 、全員で倒した？多分倒したな。よし、金もだいぶ稼いだし。よし、4スロット。71は高いて。71は高いて。ちょっと高すぎか、これ。いやでもライフもう1ぐらい欲しいよな。でも71ライフ減るんすよ、最大値が。ないだろ、それは。それはないだろ。ないわ。これ欲しいね。これキープで、金にして、運をさらに下げて、運下がってるのに出てくるのいいもんなんだよな。全然運下がってねえだろっていう。運すげえことなってる。なってね、前まだ4だ。あーね、リセットしても金は減らねえからな。リロールか。来ました、これ。これとチェンジします。ちょ待って、買ってから売ろう。ちょ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 、こうして6で買ってからこれを売ろう。よしよし、ライフチルいるかな。生命4とか金4ってことじゃん。いらんくね。ライフチルと回復力が上がるならいいよね。金盛りすぎたんでこれでいこう。うわ、もう一個出た。敵は増やしたいから買います。これかな。いや、樽は捨てるのは良くない。いやでも金捨てたくない。樽捨てよう。もう一個なんか買える。うわおわおわお、わおわおわお。
捨てれるのって経験値かこれかの二択なんだよな。さすがにそろばん多すぎ ?1,2,3,4 これ金いくらになってんの。ゴールド確率 110% なんで言うて、あ、これ売りましょう。仕方ないです。そういうこともあります。あれ1マス足りない、これまで売らないといけないのでは。はい、でしょう。よし、これキープで。あー、いらないか、ライフスチル。犬出ないね。よし、次行こう。あ、待って、これ、これキープで。いっか。ティア4じゃん、これなんなら。もうこれティア4じゃん。じゃあ、これどかして、なんか別のティア3のやつ持ってくればいいやん。ね、次、そうしよっか。いや、これもキープするか。そしたら両方乗って攻撃速度に上がったりしない。次行こう。HP66 だったらどうにかなるわ、最初から。攻撃力十分だね。殲滅力もある。移動速度×。よし。攻撃速度×。うん。遠距離もないな。このライフスチールガマの範囲か。横に投げ払ってるやつ。なんだこれ。どれだ。アルバード。アルバード。こういうやつかな。この槍。ライフがすげえことなってるわ。ライフが止まんない、ライフが止まんない。4つしか減られない。じゃあこれ買いましょう。攻撃速度キープで、キープでいきます。買うしかねえな、これは。1,2,3,4 あと2マス。金かな、しゃあないよな、しゃあない。金には変えられん。あれ、なんか違う、なんか違うわ。こうか、行こっか。回避か。回避はいくつだ俺。回避 10%17% 悪くないから、ちょっとキープで。この金いらないわ。ライフチールもいいや。もっと金をがっつり、金がっつり、あ、経験値の来た。じゃこれ売ります。よいしょ。あー、いらないよね。次行こう。HP は HP188。 10個買いなさい。もう終わってるもんね。いいね。あ、ちょうどボス戦前に HP が増えていいんじゃないの。ちょっと枠増やせてないのが悲しいけども。で、火力もあるし、どうにかなりそう。あと HP を増やしまくって、あれっすね、金で。ラストステージなんだけども、金が増えれば HP が増えるので、金を稼ぐやつは下ろさない感じだね。次はベガーの性能の意味が分かってよかったわ。結局もう軽く調べてもなんか
なんかね、ネタバレになりそうなサイトがあって一瞬で閉じちゃった。攻略法のところに、俺がいつも言ってる、いらないものは解放しないようにしようっていうの書いてるの見えて、うわ、見たくないって思って、そこ閉じて。もう調べるのやめちゃった。これいいか。これ買いましょう。HP14 減るけどクリティカルが上がる。激うま。クリティカル5パー。よし。これ買う？ DPS 上がるし買ってもいいし。よいしょ。これどうする？これ買ってもいいよな。別に敵増えてもいいしな。はい、広がるのはいいんじゃない？買っちゃいます。いらない。いらない。ウォードラム。ゴミ。ティア3のアイテム多すぎる。まさにウォードラム解放したのが、あれよな。一番の失敗よな。買う必要ないよね。ライフ1。ライフ1あってもいいかもしんないけど。エリート増えても、いっか、買うか。目が入るかな。ダメージが増えたわ。で、エリートも一体増えるんで、実質ダメージに。これはもう買わない。金が出てきた。買うか。買うか。もう行こう。やばい。ここまで行った俺、あ、もうリロールする金がなかった、どっちにしろ。255。カンストっぽい数字だね。よいしょ。どんどん HP 増えてく。そしてボスにダメージ与えるのが強すぎる。ボス戦じゃん、ボスに。削り方が強い。なんで？やばいやばいやばい、こいつやばい。倒しちゃった、あっさり。ツインよ。HP300 までいった、ツインよ。え、このベガーもしかして、レベル5いけるキャラ？いけちゃうな、これ。薬剤5。いけちゃうよね、絶対。というわけで、次回ベガーで新しく解放されたやつを見よっか。ちょっと今は見たくないんで、見なくて。なんで、ベガーで5を目指そっか。で、その道中に、ライフスチール60とかなんか、これあれだな、多分。これ吸血鬼でしょ。ってことは、この、こいつっぽくね。これ解放できそうじゃね。触ってないのに何がいるんだろうな。ナイトじゃん。いつもデュエリストやったよな。まあ、デュエリストこの2つやってないのかな。色ついてない白いやつは俺クリアしてないっていうこと？わからんな。白は薬剤1かな。でクリアしてるかどうかわからんので、白でクリアするのはやめよう。最低でもレベル2以上でクリアしていこうか。移動速度マイナス50にする。生命60。え？そっか、最大 HP は生命力とは別なのか。そっか。そうだよな。移動速度マイナス60って無理くね？あ、これあれだ。ジャガーノート使って。移動速度20からマイナス30でやって、これで無理やり解放する感じだ。ライフスチール60か。こいつかな。これ頑張ればいけそうだもんな。ライフスチールが乗ってるキャラって誰かいる？これライフスチール逆に乗らないやつだしな。
何かするたびにライフスチルが伸びるとか。いないよね。いたらそれこそこのヴァンパイアっぽいやつなんだよな、きっと。うん。いなさそう。というわけで、まあ次回はベガーでもう一回やって薬剤の5、あれ俺今4やらなかったっけ、もしかして3やってた、あれあれあれれれれれれ、もしかして俺今3やってた、嘘でしょ嘘でしょ、嘘だと言って、嘘だと言ってキング、あれちょっと待って、バグってるよ、クリアしたことなってないよ、俺もしかして死んだ今、え、もしかして俺今死んだの、俺クリアしたと思ってたけど、クリアしたと思ったけど、あれ俺死んでました、俺死んだんだ多分、いやもう HP290、 あれあれあれ記憶にございません、あれ HP290、 あれえ薬剤ウェブ、あれ薬剤4ってなんか、うん、ちょっとよくわかんない、動画見てくださった方、俺がクリアしてたかどうか教えてください。あと気を見たらちょっと動画チェックするけど、自分も眠たいので寝ます。というわけでご視聴ありがとうございました。セシカでした。朝9時になっちゃった。